どうもリュウグです。今回は傑作バックパックアクティブパックのレビューをしていきます。今回レビューするモデルはフルコーデュラモデルです。前々から気になっていたバッグ、期待以上だった部分とそれでも気になった部分解説していきます。それでは行ってみましょう。では早速良かった点から話していきます。まず一つ目は洗練されたミニマルデザインについて。全体がコーデュラナイロンで覆われているので通常モデルよりノイズの少ない見た目になっています。未来感のあるハニカムデザインは少し奇抜に見えますが、背負っている時は見えないため程よく遊び心を感じられて飽きさせない印象です。とにかく外側に余分な構造物がない。それでもちゃんと上部と左右にアクセスしやすい小さなポケットが備わっているので、デザインのせいで使いにくさを感じることはありませんでした。次に絶妙なサイズ感。見た目がミニマルなバックパックはサイズが少し小さいものが多いです。例えばアークテリクスのグランビルやエアのデイパックなどがいい例です。なるべく持ち物を減らして運用するのは素晴らしいことですが、このバッグの場合はその必要はありません。旅行や出張にも十分対応できる容量です。衣類や仕事道具をコンパクトに収められる人にとってはお土産を買って帰るぐらいの余裕があると思います。次の話題は自立する。これは人によってかなり重要なポイントではないでしょうか。デザインが優れているバッグほど自立するものは少ない傾向にあります。大抵の場合それらは四角い箱のようなデザインに集約し、丸みを帯びた流線的なデザインからは離れてしまいます。個人的に丸みを少しでも帯びていて流線的なデザインが好みなので、そういう意味でもこのバッグはかなり貴重な存在と言えます。内側のポケットの数について。外見のシンプルさとは裏腹に内部はかなり複雑に作られています。ポケットの数を省略されがちなメインスペースだけでも PC ポケット、タブレットや書類ポケットの2つに加え、さらに3つのポケットが備わっています。バッグ表面のサブスペースは一面ポケットで埋め尽くされているので、まるで引き出しの中を整理する感覚で物を収納することができます。個人的に嬉しいのはこの表面の蓋側の上部にも大きなメッシュポケットがあることです。ヘッドホンや大きめの AC アダプターなどを入れておくのに重宝します。ほとんどのバッグでこの部分は物が下に沈むのでデッドスペースになって、そのせいでシルエットが崩れたりすることがあります。そういう意味でもここにメッシュポケットを採用したことはかなり高評価です。続いて優れたセキュリティについて。外ポケットを徹底的に少なくすることでセキュリティ性は高くなりますが、先ほども言ったようにこのバッグには隠された小さなポケットが3箇所あり、そのうち1つはスキミング防止加工が施されています。つまりクレジットカードなどの個人情報を悪意を持った人に抜き取られる心配がないということです。そしてハーネス部分にはさらにもう1つポケットがあり、ここには頻繁に使用する交通系 IC カードなどを収納することができます。これは想定された使い方じゃないと思いますが、頑張れば AirPods のような小さめのワイヤレスイヤホンを収納しておくこともできちゃいます。耐久性について。言うまでもなくコーデュラナイロンは摩擦に強く、これまで使ってきたコーデュラ製品は全て共通して劣化を感じません。個人的には通常モデルより
このフルコーデュラバリスティックブラックモデルを強くお勧めします。ここまでが良かった点で、ここからは少し気になる点を話していきます。まず最初のテーマは重いということ。強くおすすめしておいてあれですが、コーデュラ製品は丈夫な分重くなる傾向にあります。耐久性と軽さの両方を手に入れるには X パックモデルも視野に入れる必要があります。しかし登山や長期の旅など長時間背負う使い方ではなく、通勤シティユースの場合は少し重くてもコーデュラ素材の方が合っていると個人的には思っています。次にウォーターボトルポケットが少しタイトだという話。メモボトルのような薄型のボトルは問題なく入りますが、平均的なボトルポケットよりも少しタイトなので、物によっては出し入れしにくい場合があると思います。少し大きめのウォーターボトルを日常的に使用している人はメインスペースに入れることを余儀なくされるかもしれません。次にハーネスのポケットに間違いないということ。メリットでも紹介しましたが、ハーネス部分にはポケットがあります。このようなバッグはほとんどクレジットカードなどを想定した大きさで設計されています。しかしここ近年のユースケースを考慮すると、ワイヤレスイヤホンやスマートフォン程度の大きさが入る方が実用的だと思っています。例えばコードオブベルから出ているバックパックハーネスは AirPods や iPhone をはじめコンパクトなデジタルカメラなども収納することができます。ハーネスの余った紐を固定する機能がない。これは少し細かいところではありますが、ハーネスのベルトは余るとプラプラして少し不格好です。人によっては一度調整したらほとんど長さを変更しない人もいるかと思います。僕はベルトを固定する器具を使ってこのプラプラした余剰ベルトを固定しています。最後に全体を通して言えることは、総合的にこのバッグはかなり気に入ったバッグの一つです。僕は今のところ iPad と MacBook Air の両方を持ち歩きたいので、別々のしっかりしたポケットが備わっているこのアクティブバッグをメインの仕事カバンに採用しています。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこんな感じでバッグのレビューや生活に役立つ情報を発信しています。またメインチャンネルのイミグラムではバッグをひたすらパッキングする動画をアップしています。こちらもぜひチェックしてみてください。また Twitter、Instagram もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で、バイバイ。